民主主義バーガー。お、まあまあだな。まずまずだな。さっきこのさ、1000の位が増えるペースでさ、万の位が増えてたんですけど、1000の位が万の位だったんだよ。なんでこのゲームこんな難しいんだ、いきなり。ぬるゲーだと思ってたんですけど、途中まで。セットを見直せ。セットなぁ。やばい！シンパシーパーティーセットがやべえ！あれは確かに見直さなあかん。どげんかせんといかんぞ。シンパシーパーティーセットを民主主義セットにと。え、これ売れてるやつじゃん。なんでこれ、あ、わかった。シンパシーパーティーにしてるからいけないんだ、これ。ジンジャーエールのやるとチキンナゲットの16ピースだからいけねえんだ。これ、パーティーは終わりだ。パーティーは終わりだ、セット。パーティーの終わり、祭りの終わりってなんていう？お通夜セット。あとの祭りセット。あとのパーティーセット。祭りセットに。ふざけんなよ。パーティーをシンパシーパーティーセット見直したらめちゃくちゃ黒字になったんですけど、戦犯だったじゃん完全に。ちょっと待って待って、さっきの場所とかさ、あれがいけなかったんじゃん。でもまあ利益はマイナスだけど、これかなり減ったぞ。いやさっき、これお金の増え方見て、これ全然バカだった。くっそ、今までの時間はあそこを見直してればすぐに。ちょ、ミス立て、ミス立てよ、ミス立てよぜ。立てまくろ、立てまくろ。いや、もう俺の勝ちでしょ。ここだよ、ここ、ここの駅前、北区駅前、ここ空いてる、ここ空いて、ここでしょう。いや、ここだわ、ここ、ここ、間違いない。人もいるの。これに店舗を建てるんで、見ておけ。ここに大柄店舗、ドン！こいつが、なんで赤字なんだよ、やべ、閉店だ。小型店でよかった。え、やばい！助けてくれ！失敗した。じゃあ、ミスター、ミスター、ミスター、1個ミスター。なしなし。ちょっと、4000万ぐらい黒字、上げちゃっただけで、4000万減っただけだよ。まだ焦る時間じゃないぞ。いや、これ、北区だ。ちょ、覚えておこう。北区はダメだ。北区はあかん。ここは？あ、ここ？え、ちょっと、ここ、今誰、どこだっけ？こうしないよな。あ、ここさ、囲む。あ、こいつらがいるからだよ、絶対。くそ、ちょっと待ってくれ。ちょっと、あいつらいないところ行こうぜ。幸福区の俺一番北。ここ。意外とこういうのってね、儲かるんすよ。ちょっとここに立ってみよう。ここで全部食べようぜ。ここに。いや、これはもう中型店舗でいいだろう。中型店舗を作ることによって。いや、3万8000マイナス。これ、このマイナスの内訳はほとんどが経費だろう。これは小型店舗にすればいける。間違えた。いや、ちょっとここに小柄店舗作って、ごちそう通りに作って、これどう？ほら、6万9000だろ。で、これ横も小型店舗にすれば勝ち。ここも小型店舗にする。
これどうや。6万9000円。6万9000円。おしよ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 し。後から来れないようにね、テンポを、とにかくテンポ増やそうぜ。で、ここにも来られて、これ、人気の、これ、ライバル店のいないところだったら遊びまくれるぞ、マジで。ライバルいないところでちばちば行ってこうぜ。食品会社来たね。やった、陰毛バーガーが作れる、ついに。いや、これは大きいよ、ひじきお願い。陰毛バーガーできたじゃん。アワビとひじき、松茸と、何言ってんの俺、高級なバーガーを作りたいんだよ。こう上が、松茸、下にアワビがね、アワビがいると。そんでひじき、ひじき、ひじき、ひじきとひじきと、ひじき。ひじきで、これをドッキングする。てかさ、アワビと松茸とかコストが高すぎるよ。てかさ、ライスバーガーのライスってさ、バンズどっちがコスト、ライスの方がコスト高そうだよな。え、なんかちょっと待って。このひじきなんか良さそう。ライスとひじき良さそうじゃん。間に貝割れ菜を入れよう。あ、良さそう。で、この間になんかさ、ソースが良くなくない？なんかもう醤油とかあって良くない？ここに味噌と味噌だけでいっか。醤油を垂らして、オッケー。セクシャルハラスメントバーガー、センシティブバーガー、夜ミールだの、夜バーガー。原価が高すぎた。原価370円とか、もうそれだけ、その原価の値段でもクソ980円。ちょっと待ってくれよ。どれがゴミだったっけ。逆性癖バーガーがゴミだ、これ。逆性癖バーガーを、センシティブバーガー980円。980円で誰が買うんだよ、こんなの。やべ、うわぁ、やべ、センシティブバーガーした瞬間に利益がもうゴミになった。バカ、俺はゴミ店舗を作りまくって4000万を捨てまくった男だぞ。バーガー開発費の100万が何だって言うんだ。陰毛バーガー、陰毛レタスバーガー作ろう。これならいける。デミで行こうか。デミマスで行くか。
これはうめえだろ。お前らさっきオリーブオイルを振っておけばもっと値高くなったんだよ。お前らのバーガーは分かった。間違えた。まあいいだろ。芋レタスバーガー。芋はちょっとキモいからよくない。下の毛バーガー。下のフレンズにしよう。下のフレンズバーガー。頼む、下のフレンズ行ってくれ。本当に480円。先週ゴミだったわこれマジで。頼む、塩のフレンズ行ってくれ。頼む、本当に塩のフレンズ生きるでしょ。で、塩のフレンズ見直せ。塩のフレンズ見直せ。やれ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 。どうにかしろ、どうにかしろ。どうにかひじきを塩のフレンズを覚醒させろ。塩のフレンズ2作る。いける。いや、絶対ひじきうまく利用できるんだって。ひじきと、いや、タラにしようぜ。タラのフライ。タラのフライを、挟む。いや、ヘルシー路線も行ってるからね、これ。ヘルシー路線。いや、全部海のもの、海に海産物、しかも安く作んなきゃいけないからよ。タラのフライでいい。で、緑が欲しいということで、ここでトマト。いやー、ちょっとさ、レタスかな。いや、これ、下のフレンズ2で、オリーブオイルをミスって垂らしたからいけなかったとかねえだろうな。マヨ。マスタードソース。いや、ケチャップか。いや、これだ。なんか真ん中が、あい、まあ、いっか。誰も言ってくれ。520円。下の草も作るか。ひじきか。ひじきな。ひじきってどうする。ひじき、ひじきって何に合うだろう。ひじき、ひじき、ひじき、ひじき。なんかレンコンだとか、ごぼうってどう。ごぼう。豆腐だな、豆腐だな。豆腐の唐揚げに、あ、良さそうではないか。豆腐の唐揚げ、ごぼう、ひじき。そうだな、バンズお米だな。ライスバンズ、うお、きた。ちょっと緑が欲しいな。緑でどうにかなんないか。これ、サラダ菜入れていいっすか、自分。かいわれな、違う。かいわれなか。いや、サラダ菜ってちょっとさ、色合いをよ。かいわれなか。人参のソテー煮る。
いやーこれは人参、俺人参嫌いだからな、美味しいと思えないんだけど、美味しいと思う人はこれ美味しいと思う。一番下人参にして、上を俺にして、もうこんなのね、ぐちゃぐちゃすぎてわからん。こんなバーガー見たことない。味噌のみ、ソースは味噌のみでいいよな。頼む、下の草来てくれ。安い、グロ380万置いとこう。ちょっと待って、逆正規は消す、鳩山ケーブルスバーガー消す、センシティブバーガーはこれダメだ、大赤字だった。下のフレンズ2、下のフレンズを消し、下のフレンズバーガーを消して、下のフレンズ2がここに入ってきて、下の草がちょ、どれが赤字だったかな、赤字ではないんだけど、ビンビンビンアイクバーガーダメだったよね確かね。ビンビンアイクバーガー、ビンビンビンアイクバーガー消して、これなんでビンビンビンアイクバーガーなんだろう、ちょっとなんでな、この名前なのか考えずに、ビン、何かからビン、ビビン、ビビンバだ、ビビンババーガーからビンビン、あ、ビビンババーガーだった、そう、オッケーオッケーオッケー。シムレンズ2、下のフレンズ2と下の草両方売れてません。どっちも売れてません。セットが1個消えてるしよー、くっそー、これそうか、もう円盤の売り上げ数下のフレンズ2と下の草の、だったら下のフレンズ1は相当売り上げ、下のフレンズひらがなにしたからダメだったんだ、下のフレンズはちゃんと売れるはずじゃん。いや、円盤の売り上げを信じろ、下のフレンズ1を作れ、下のフレンズを作る。わあ、楽しいバーガーだろ、楽しくなるバーガーでしょ、楽しくなる、楽しい気持ちで作ろうぜ。今さ、お金のことばっか考えてんだよ、今金がやばい、金がやばいって楽しい気持ちじゃない、のけものが生まれてるぞ、楽しい気持ちで作る、楽しい美味しそうバーガー、ベーコンが入ってたら勝ち、あー、てかもうこのひじきは見なかったことにしようぜ、俺たちひじきは見なかったことにしてさ、トマトとさチーズを入れてでレタスを入れて、え、てかすごく色とりどりで、色とりどりで楽しい、すごい、これが下のフレンズだったんだな、これは下のフレンズだよ、楽しそうだろ、マヨネーズも入っている、ん、ケチャップか、もしかしてこれ、いや、ケチも前も入れようぜ、ちょ、ね、のけものはいないんだよ。ケチャ派とマヨ派が一緒になろうぜ、こうやって。え、ケチャップでしょ、ケチャップマヨネーズでしょっていうのを、のけものをなくすために、めっちゃ、ケチ、のけものがいないだと、これは勝った。自然のままがいい。調味料なんていらん。自然のストーリーだからな、下のフレンズは。これがもう、神になる。下のフレンズが神になるはず。もう若干これなら売れるだろうという感じを醸し出しながら作った。これはだって、レタスとチーズとトマトが入ってんだよ。それでどう、その補正ポイントでどうにかしろ。420円。ただ高い。獣フレンズ1を、下のフレンズ1を、下のフレンズぶっ殺して、
下のフレンズを入れる。でしかもセットも作る。下のフレンズセットでもサバンナのアニマルがあったら、お犬いたよ。なんだっけ、あの犬いたよな。あとジャパリコーヒーとジャパリポテト S がついてきて、なんと620円。下のフレンズなんだこのひでえな、お前下のフレンズ限定版デラックス下のフレンズセット BD ボックス。どうだこれ、うわー、まあまあだな、下のフレンズ。あれ、セット登録し忘れた。セットに登録することによって、さらに、やっぱり下のフレンズなんだよね。しかもセットが入ってきちゃった？下のフレンズセットが入ってきちゃった？これは？ああ、なかなか売れてる。いや、じわじわ売れるからね。下のフレンズと下の草で、これ結構利益が、ああよかった、回復したぞ。ひじきパワー強い。これ今、テレビでひじきが放送されろよ、お前。ふざけんな、ひじきの力でお前、うさんくせえさ、あの、学者どもに何か言わしてくれよ。ひじきを毎日食べてると、寿命が 10% 伸びます。生まれてから死ぬまで統計取ったんだろうな、ひじきを食わした人。下のフレンズの評判。いいね。いいね。まあ、いい。いや、こっから下のフレンズ中毒になっていくから、下のフレンズは知り上がりだから舐めんじゃねえぞ。下の草。いや、これもね、クソ信者どもがついて。下の草も信者どもがついていってから強い。下のフレンズ2だったらもう前評判からダメだったからダメだったんだよ。ほら、もう、やばい、ちょっとあんまりしごいことそそらない。アンチどもが、信者どもが、まあまあだな。まあ平凡な売り行きなんだろうな、実際。じゃあ、キャンペーンのアイディア。大人気のアイドルを使ってうちの CM をやりませんか？出た！オープンレック！手越呼んでこいよ。2000万円かかります。たっ、まあ、する。僕も大好き！ミルダムのハンバーガー！なんか受けよかったです。なかなか？なんかプラマイゼロって感じか。まあ、手越じゃな。あんまり意味はない気がするんだよね。確か人気かもしれんけど。社員旅行アフリカ大自然を楽しみましょう。アフリカの大自然といえばキムチじゃん。谷町よりでこういったひょびょっとしたところに来るのもいいもんですね。これいよいよキムチじゃないか。ライオン、こっちを映ってます。どうしましょう。ふう、助かりました。何もなくてよかったです。めったにできない体験をしました。え、何今のイベント、意味が分かんなくない。ライオンが出てきたのに何もしないで、何もなく、売上自体はやばくないんだけど赤字がやべえんだよな。そう、かなり開けられてるな。45店舗と30店舗。さあ、ここで3店舗作っていきたい。で、全部黒字に収まればそれで問題ねえんだよ。まず、ここに1店舗目。この川の横店。川の横店、もう小さくオープン。あ、人気ある。え、利益すげえ。なんでここ。
これはでっかくしなきゃダメだろう。これはジャイアント店にするぞ。これだよ、これ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 。おお、利益キャッチ4万円。いいね、いい店ができた。人気のある店ができたぞ。南区いい感じなのかな。こことかどうよ、ここ、ここは、ここ横にこいついるけども、ここもじゃあいいんじゃないか。ここもオープンするか。この南区が今暑いぞ。南区ちょっと中くらいオープン、中くらいのオープンで、えっ、めちゃくちゃ68万の黒字なんだけど。じゃあでっかく、でっかくしよう。じゃあでっかくしよう。大型店になっていく。68万円が89万円。おい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 、やべ、これ CM 効果か。やべ、 CM ブースト、やべ、 CM ブーストか。これやっちまったか。いや、い、稼げるときに稼いどこ、稼げるときに稼いどこ。もうやっちゃ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 、 CM ブーストじゃない、 CM 関係ねえだろ。手越し何ができる。CM じゃない、これの場所がいいんだよ。大型店舗建てていこう。金はだいぶなくなったな。やべえ、金がめっちゃ増えてる。よし、始まったな、ついに。ちょ、見てくれ。今の店舗を建てたことによって、うちのこの、明細、全体の明細。500万円に一気に復活した。え、なんか売り上げがめちゃくちゃ上がってるぞ。今の3店舗が、ちょっと待って、これ全部店でっかくしようぜ。ちょっと、全部見ようぜ。一覧。前36万円、88万円、51万円、89万、64万、75万、56万、56万、79万、2万円、マイナス26万、30万、24万、100万?夢見くメロンタウン100万。マイナス27万。マイナス441万です。マイナス18万。マイナス18万。マイナス、なんだこれ。ちょ、こ、マイナス、マイナス、マイナス、え、嘘。足、この辺5連射ぐらいで引っ張ってんの、足を。6連射だ。お好みプラス、マイナス、マイナス、え、やれ、ちょっとマイナス多。今垂れた2点が当たりじゃん、これ、ほら。やばい。ちょっと待って。もっと建てたい。今、南区に垂れたこの2点大当たりだった。今回垂れたところで CM 効果ないって言ってたもん。ちょっと建ててみるか。いや、動物園横どうだこれ。いや、でも駅も近いし、動物園あるし、ここはいい立地なはずだ。ただ上にいるのは気になる。ここにすぐ横にいるんだよな。まず小型店の様子を見て。人気あまりねえか。マイナス35万。これ誰だ?ちょっとやめる。俺これでマイナスだったらやめていいっすか?すぐに。10万円の赤字で、切る。いや、もともとダメだろうなって思ってたんだよ。ちょっとでも怪しいと思ったら、最初の俺の感覚を信じろ。ゲームを信じるな。最初の俺の感覚を信じろ。まず今、南区が本当に暑い。こことここが暑かったらここも暑いだろ。あそことあそこが暑かったらここだって暑いはずだよ。あ、ここは違うか。ここもいい、ここもいい。あ、ここいけるな。やった!有名なハンバーガーの熱心仲間入り。今まで有名じゃなかったというのかよ。そんなわけねえだろ。夢ミクがな、100万円の売り上げをして、ここだろうが。投資の結果、え、嘘、牛肉のコストが下がった。これはさらに牛肉のコストが下がったら全てのコストが下がったってことだぞ。出費がかなり減ったな。ここに小型店舗いるけど、こいつやっぱりこれ人気なんだ。ぶっ潰そうぜ。これ大型店舗ぶっ立てて邪魔する。マジでここがマイナスになろうともあいつの邪魔を、足を引っ張ることが大事だ。大型店舗ドン。よし、黒字。横から吸い上げていけ。
吸い上げるあいつから、もうあいつの周りマジでもう包囲してやるから。てかこれユエイクはマジでうめえな。ユエイクマジどんどんユエイクに立てるべきだ。ここにも立てようぜ。ここにも立ててユエイクだやっぱり。でもっと早い段階からユエイクだったじゃんかよ。もうでっからとやべ借りなくなる。さちょお金なくなりそうなんだ。お前大丈夫だろうな。うやべえ、なんで赤石なんだよ。いやでもここは大事だ。この南区からここに必要、囲碁だと考えろ。ここにこいつがあることによってちょっとこれとこれが繋がりそうだよな。お忙しいところ失礼しますよ。知ったぜ。やったー、餃子来た。この餃子の仕入れは私にお任せください。餃子を手に入れちまった。